リド・ベスターベレは、ドイツの弁護士、政治家。第二次、アンゲラ・メルケル内閣において、外相を務めた。2001年から2011年まで自由、民主党党首。西ドイツのノルト・ベスト・ファーレン州、バート・ホンネフ生まれ。父は弁護士、母は、ハンジという法律家の家に生まれる。両親が離婚し父の下で育つ。 1980年にアビトゥーアに合格。同年、自由民主党に入党。FDP の青年団組織、ユンゲリベラリンの共同設立者となる。ボン大学で法学を学ぶ。在学中の1983年、JL の連邦代表に選出され、1988年まで、その座にあった。1987年、第一次司法試験合格。 1991年、第2次司法試験合格。同年弁護士免許取得。1993年、ボン区の党代表に就任。翌年ハーゲン通信大学から、政党法と政治的青年団組織の研究で、法学博士号を授与。1994年、当時のクラウス・キンケル党首の下で、FDP の事務局長に就任。 同職を2001年まで務め、事務局長として、投稿料の更新に携わった。1996年2月8日、ヒレリスト上位の議員の離職に伴い、ドイツ連邦議会の議席を得る。以後現在まで連邦議会に議席を保持。2001年5月4日の党大会で、ボルフガン・ブゲルハルトの後継として39歳で、党首に選出された。 党首として FDP の力点を教育、経済政策に置き、ドイツの伝統的に大政党である、ドイツキリスト教民主同盟ともドイツ社会、民主党とも異なる選択肢となるべく、国民的政党への脱皮を図る方針を発表。その資金石となる2002年の連邦議会選挙では、それまでに大政党のいずれかについて、 キャスティングボートを握ってきた FDP の伝統的戦略を捨て FDP 史上初めて他党との選挙協力をせず自らを連邦首相候補として得票率18%を目標に掲げユルゲンメレマン副党首と共に派手な選挙戦を展開するギドモービルと名付けた党のシンボルカラーである黄色と青に塗った大型キャンピングカーで祭りの会場やプール マクドナルドなどに乗り付け、さらに自らスーパーマンのような黄色と青のコスチュームに身を包んだ姿で登場して有権者の関心を引こうとした。さらには人気テレビ番組ビッグブラザーにも登場したが、このような選挙活動はふざけているという批判も浴びた。結果は前回比1.2ポイント増の得票率7.4%に止まった。 与党の新章で連立組み替え、政権交代もならなかった。2005年の連邦議会選挙では、ギドモービルは封印して、選挙運動を展開。この選挙では、CD スピード双方の票を吸収する形で、得票率が10%に迫る、好成績を収め、14議席増の61議席で、連立与党だった同盟90、緑の党を抜いて、 第三党に躍り出た。しかし二大政党が共に議席を減らした、タメアンゲラ・メルケルを主犯とするシーディ・スピードの大連立政権が成立。ベスター・ベレは最大野党の党首として全議席の3分の1を占める野党の代表になっている。2006年、党員内総務を兼任。2007年、イスタンブールで開催されたビルダーバーグ会議に参加した。 2009年ドイツ連邦議会選挙では、党首として選挙戦を戦い、FDP 史上最高の14.6%の得票率で躍進。CD と連立協議して10月に、第2次、メルケル内閣を樹立、副首相権外相として入閣した。それに伴い連邦議会党院内総務職をビル、ギット・ホンブルガーに譲った。総選挙直後の記者会見では、 英語で質問した英国放送協会の記者に、イギリスで英語が話されるのが当たり前のように、ドイツではドイツ語が話されるのが当たり前ですと言って、英語で返答するのを拒否した一幕があった。その後、徐々に支持率は低迷。2011年の衆議会選挙では、直前の脱原発政策をめぐる論争で、支持率を下げたためバーデンビュルテンベルク州で大敗。 ラインラント・オプ・ファルツ州では議席を失い、敗北の責任を取る形で党首を辞任。副首相を辞任したが外相には留任した。公認の副首相は、公認党首であるフィリップ・レスラーがついた。2013年ドイツ連邦議会選挙では、FDP は、得票率5%を得られず、規定により、ベスター・ベレを含む、全議員が議席を失った。 同年12月、シーリとスピードの大連立による、第三次、メルケル内閣の成立とともに、外務大臣から離職した。2014年に発覚した、白血病のため闘病生活を送っていたが、2016年3月18日、死去、54歳没。目標の得票率をあしらった。 ベスターベレが2002年総選挙時に履いた靴。ベスターベレと伴侶のミハエル・ムロンツ。ありがとうございます。